中村剛也のピンチランナーからサードのポジションに入っても守備機会もありました。そしてプロ初得点もマークして今度は初打席ということになります。まあ、こういうゲームの中で楽しみが、ね、できましたね。そうですね。さあその外崎の今レプリカユニフォームバックナンバー44、はい、かざしているファンの方いますね。本当、ね、貴重ですよね。売り出してきたばかりのユニフォームを持ってますからね。そういうことなんですね。イースタンで67試合出場して、2割5分5厘3本のホームラン18打点25盗塁はイースタントップです。さあ初打席外崎修太、1軍でのプロ初打席、そしてマウンド上佐藤達也に変わりました。これが28試合目今シーズンの登板、佐藤達也今打ちました。ライト方向大きな当たり、ライトバックする、ナバックする、ライトポール際右です。ファールボールか。意外とボールは飛んでいきました。際どいですね。際どかったですよ今のは。結構ボールは飛んでいきました。まあ、本人も全力で走り始めているので、わずかポールの右側なんでしょうね。塚田さん、はい、この外崎バッターボックスに向かう前にベンチの中で宮地バッティングコーチが何やらアドバイスをしていましたね。また鬼崎もサイケトロとカッパをかけてバッターボックスに送り出していました。外崎、はい、という大きな文字の今ファンの皆さんの姿も見られました。今打ってみファウル。結構ファンの方来てますよ今。そうですね、黒崎という、はい、あ、はい、今映ってますね。結構人気があるかも分かんないですね。ありますよ。直球際どい、ツーボールツーストライクです。ピンチランナーからそして4番に入っているプロ初打席、ナイスバッティング、セカンドオーバーライト前、プロ初打席で初安打、外崎シューター。走って守って、そして打ってはプロ初打席初安打。すごい、その一言ですよね。まあ、本当今日1日の中でね、はい、ダイソーがあって、今プロ初安打のボール今長田コーチもらって、はい、ベンチ戻しますね。でも守備機会も無難にこなしてこのバッティングですよね、はい、しっかりと振ってますね。あの最初の来航の際どいあたりからちょっと右への意識っていうのはちょっと感じたんですけども、そうですね、はいはい、センター返しだと思うんですけどね今日は、さあこれでですね松野さん、はい、ノーアウトで8回裏でしょ、はい、でトップバッター秋山ですよね。そうですね、今27打席連続ヒット、はい、